ボンさんの挨拶を考えよう。ロン、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 ロンです。どうですか？3000点ぐらい。グルメ、グルメ不説。黄色ピンク。黄色ピンク。あ、しかもこれ、2つ。2つなってたな。で、押せてるから3つ同時。これ、センターさん、隠し色入ったんじゃない？確かに。くだらねえな、これ、隠し色とらねえ。これ、禁止ルールで連打禁止みたいにした方がいいかもね。ちょっとボタン、みんな押すって、あれ、考えで。そうかもしれないですね。ちょっとなんか、この今与えられた状況での正しく遊べるルール作らんの。そうね。トノさんってさ、最初の挨拶あるの？最初の挨拶ですか？うん。考えてないですね。バーワキー安定だな、これ。しっ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 し。バーワキー一択な気がする。覚えづらいけど。ゴゴ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 ゴ
おーわーよかった、停電長かったんでちょっとキルされたらまずいなって思って。停電もそうだし、サイレントバラスト来てたよ、来てましたね、うん、サイレントバラストだったね。時間メタマイナス15時間マイナスだったから、うん、赤メタさんかヒカクさんがタスクやってて行かなくていいのかなって思いながら見てましたね。いやあれもこれ左下のあれで負けたのもうしょうがねえなと思ってた。行くべきかどうか一応左下はネロザチキンホルンで直しますかね。うん、はい、直してんだ、直してるんですか、ね、あ、じゃあすいません、行きます。そうなんだ、直せるんだ、生きてるんだ。一生なりっぱでもいいけど、おもろいから。ちょっと考えたことがあってですね、はい、ダメです。なんでですか、スキップ入れてください。なんでですか、ほのんさん、はいはい、最初の挨拶考えてみたんですけど、夏目が。あ、考えてくれたんですか。4秒で、はい、うん、はい、ちょっと4秒、いきますよ、はい、いきます。ほーん、ほーろろろろろほろんですってどうですか。ほーろろろろほろんです。おお、一人だけしか盛り上がってない。まずいな、これまずいな、入っちゃってますよ、入っちゃった、入っちゃった、入っちゃった、お疲れさまでした。実はあるんだよ、え、あるの、ほろろってやつあるじゃん。あ、そう、ピピピピピピピ、ロンさんの挨拶を考えよう。ロン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 です。どうですか、3000点ぐらい。ステイブライズウォーター、ステビライズウォーター、なんか服着てんの。もう比較、おらスパチャ出せ、おら。うわあ、マジか。どうですか。ネロちゃんの死体がエレクトリカルかな、フィルトレーションのエレベーターに降りて下の方に下っていたところで落ちてました。なるほど、フィルストレーション、1階のエレクトリカル。あ、そう、1階から1階に降りて。あ、じゃあ、ネロちゃんキルに関して比較さん無理ですね。はい。夏目先生も、そのキルは無理だと思います。あと、センターさんも厳しいと思います。OK。あ、前走ってたの、夏目先生。ん？違うか。赤目田さん？あ、夏目エレベーター乗ったんで。ああ。
違うと思う。亀田さんはすでにいたんで。バラストの右側でフィニッシュなんで、ちょっとやって誰も死にはできてないです。あ、見てます、見てます。あ、僕見てます、亀田さんが中にいるの。はい、難しそうかな。最後、コロンザチキンで、バラスト右側の女性入ってます。入ってます。どっちができそうですか、エレクトリカル。ベントもありますけど。エレクトリカルは難しいんじゃない。ストレージダウンロードやって、そのまま入って合流したんで、ホロンさんでどっから来ました？セントラルのタスク1個やって、その後ストレージ行ってるんで、まあ多分ザチキン3目線は俺は可能性あるのかなって、ホロン可能性あるかなとは思いますね。そうですね。ただホロン目線ザチキンさんはできないです。トータス浮いてます。アッパーデックミーティングです。うん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 。いやーチャゲスさん、トータスさん、ヒカックさん隠しろっぽいけどな。2キル含めては無理っぽい、うん、夏目も僕先端さんは両方書かれないかなと思ってました、はい、うん、夏目先生はちょっとわかんないです。あ、できますよ夏目、分かってますよ、うん、うんうん、できますよまあこれで部屋主死んだんで あ、ね、あ、そっか、うん、あ、バケの心配はなくて、そうそうそう、あ、なるほど、はい、ポスターの方選んでください、うん、ありがとうございます。ポスター、あー、ご配慮うん、まあご配慮だからね、スキップ入れましたよ、夏目は本当は分かってますけど、インポスターアッパー一択だな、これ。ピンク、紫、ほら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 、ピンク、ピンク、紫、白、え？ああ、その二人か。やべやべやべ。赤目田バラスト浮き地です。先端さんのお肉がアッパーデッキエレベーター 1,2 の前、セントラル左側で落ちてました。今回ホロンさんとほぼ一緒に行動してて、セントラル、アッパーセントラル脇ロビーのタスクやって、オブザベートリーに2人います。ホロン目線、これ直近キルだと思っていて、4秒ぐらい前にその廊下通っていて、死体はなかったので、これ直近キルだと思っています。ね、はい、ああ、タスク中離れたんですかね。フォローはダチキンさん、打ち合いを後ろで追いかける形だったんで。ああ、なるほど。そこに色も追わないといけないの、わからん。赤目田さんとは。さっきの多分、フォローさん、ザチキンさんってなんか、バラスト右から一緒に入ってくるみたいなこと言ってましたよね。ああ、ザチキン、そうですね、ザチキンホロン。ずっとそこラインだ、エイド分かんない。このキルはトータスさん難しいと思います。トータスさんが難しくなる。あ、ヒカクさんか、あれあった、あの最後フィルストレーションです、フィルストレーションであった、はい、トータスさん難しくなるなら、俺ホロンさん、ザチキンさんしか見なかったけど、になるから。でもそのキルに関してですよ、うん、その、夏目先生の方は分からん。夏目先生、うん、センターさんの方は無理ってだけです、うん、トータスさんが。あー、分からん。夏目先生、死人ないんすか。ないんじゃないなぁ。し、遺言的に比較さん、隠しろで、多分赤目田も、多分ラバストバラストいたから隠しろ出てるから。夏目先生、アッパー脇で左側行ってるのを見てます。あ、じゃあ、俺下におるからだ。ホロンさん行きたいなぁ、どうなんだろう。クモホロンさんが来いかな。人にはならないな。俺行くんだったら直近廊下にはなかったんで、チャゲプヨさんとローラしてほしいですね。いや、あのロジックはないです。マジでごめんなさい。マジでロジックはない。確か白で、じゃあローラしてほしいです。ローがないから。なんかボタン、なんかある人お願いします。あると思うんで行きます。タスが多分無理かな、この時。これも行きます。夏目先生残すと。バラストきますね。まあちょっとこのマップはなんか確実にみたいな情報がほぼ無理だな、うん、人数が10人だと、うん、ダブルキルめちゃめちゃ強いですね。強い。
サボなしで押せましたね。え、わからんわからん、でも。まあ、終わんなかったから、いい、まあ、うん、はい、お任せします。サボ、ボタン待機が誰と誰って言いました？今、ん？いつですか？今ですか？チャゲポヨさんって周り誰かいました？ボタンって。多分、トータス赤メタがいたかな。うん。あ、3人いたんですね。なるほど。赤メタさんが、左側にちょろっといたのが見えます。あ、そうそう、チャゲポヨさんがいたんで、まあ、押してくれるだろうと。俺来たもんね。ここ2人だったら、今日は来ないのかなって気がしたんですけど、3人いたんだったら分からないですか。いや、今のサボ的に1落ちたんじゃないかなって思いたいんですけど、いや、ただ、ちょっと僕もまあ、可能性あるっちゃあるから、進行はちょっと、どうしようかな。ちなみに夏目さんがアッパーの左側に抜けてったって言ってたのってどなたでしたか？ダチキンはダチキンです。ダチキンさんなんだ結局。ダチキンが夏目先生が左に行くのを見てロビーにホロンさんと入って、ダチキンは、ホロンさんとほぼ成功してるんですよ。めっちゃ毎日ホロンさんが後ろにダブレター送ってたとか言ってたよね。確かって感じですね。で、トータスさんとヒカクさんがフィルトレーションでしたっけ？はい、ロアの右上にいます。でバラストにいたのが赤メタさん。はい。ちなみに僕はもう、ホロンさん、ザチキンさんの2路しかもうロックで見えてないです。すいません。こんな感じになるよな。左に行くならトータスさん厳しいと思うんですけどね。左行ったならそう、ヒカクさんがトータスさん厳しいって言ってくれるのがマジででかくて、一応セントラルからエレクトリカのタスク2個やって、上行ったらトータスさんがすでにいてフィルストレーションに、うん、でその後通路のタスク1個やって戻ってまだトータスさんいたんで、まあきついと思うんですけどね。はい、じゃあザチキンさんつってなんとかサボやって、俺ボタン押して夏目先生の場所に関しては座敷に出さなくてもいいのに出してるので、そこを素人取ってほしいので、それはそうなんだよなって思って、そうなんよな、全く見てない情報を出してるのが座敷なんですよ。あー、そうなのか。だから多分次行って終わんなかったら、赤メタがトータスをどっちか連れてるのかな。あの死ぬ気でバラスト負けだけ頑張りましょう。僕ら1だけずらせば頑張ってください。いけたと思うけど。よっしゃー、いやー、ゴリゴリにラインつなげたらダメっすよ。いや、あの1回目の議論で、あの俺グレーになる発言したんで、ちょっと切ってほしかったなってちょっとあったんですけど、2回目やりすぎちゃいましたね、ダブルキルは。でもやる気だなこいつ、そう思って。やっちゃいましょうって気持ちで追っかけてました、ナチキンさんのこと。このマップでラインをつながるのバラスの小見さんのところがよかったですね。右側に誘導した方が。あ、そうです、そうです。全然良かったっすけどね。ライン戦だったら決めたれ、うん、うん、インポスターが議論で勝ったら勝てるから、うん、全然良かった。見てて楽しかったです。ラインを追ったのはだって今の時からだから白く出してくれてありがたかったです。結果的にいや、そうですね、そこで白取り合えてんのでかかったっすね。マジででかかった。僕らダグリッドがやったっすね。あのその前夏目先生とセンターさんが白出してくれたのから繋がってたんで、あ、良かったです。はい、やべ、何も覚えてねえ。そうなんだ。チキンさんちょっと反響してた。あー、ごめんなさい。ちょっとあれが鍵一応上げてくる、右にスピーカーから漏れちゃったらね、反響しちゃうんで。あれじゃヘッドホンじゃない。そうですね、ヘッドホンから多分漏れちゃってる感じですね。まあ先端さんは初手ボタンでね、隠しろ入ったんで。くだらねえ隠しろがもらった。あ、そうだ、そうだった、そうだった。そうやな。くだらねえ隠しろ。こうあのなんかすごい先端さんが白いかどうか話してるけど、前の初手ボタンで隠しろ。あ、でもこれなんか見たいから言わん。そうそうそう。ああ、そうだ、そうだ、そうだった。あと、キルボタンがもう。議論開けてすぐに押せるようになってたんで、スラッパイさんそれで切っちゃったんですけど。いや、早すぎでしょ、あれ。ええ、そうなんだ。押したら切れるな。俺だって、あれだよ、初手は、なんだっけ、湧いて、コミュニ、エレクトリカルで配線始めて8本つなぐゾウぐらいで切られたよ。やば。あれ、早かったですよね。最初に何だっけ言ってから15秒くらいホロン切れなかったっすよ。そうだよね。何あれ変だったよね、様子2人とも。うん、うん。あれ、俺押せないんだけど、切るボタンってずっと立ち尽くしてた。何やってんだ。なんか切れると思って押したら切れたんで、やべえと思って。やっちまったって。切れちゃったって。